無限遠点とは限りなく遠いところにある点のことである。日常的な意味の空間を考えている限り、無限遠点は仮想的な概念でしかないが、無限遠点を実在の点とみなせるように空間概念を一般化することができる。そのようにすることで理論的な見通しが立てやすくなったり、空間概念の応用の幅が広がったりする。例えば通常、 平面上の二直線の位置関係は一点で交わるか平行であるかのどちらかであるとされている。これを平行な二直線は無限遠点で交わるのだと考えることにすると平面上の二直線は必ず一点で交わるという完明な性質が得られることになる。ユークリッド平面上の互いに平行な二直線の交点のことである。厳密にはこの交点は ユークリッド平面の中には存在しないから、無限遠点はユークリッド平面の外に存在する。無限遠点の全体は無限遠直線を描く。まず、実平面上の点の最次座標を定義する。3つの実数の組、x、y、z で表し、x、y、z イコール、ラムダ x、ラムダ y、ラムダ z となるような組、x、y、z は、 すべて x、x, y, z と同じものであるとみなそう。この時、三つ組、x, y, z はその日、x, y, z イコール x, z, y, z 1によって決まるから、平面上の点と三つ組、a, b, 1を1対1に対応づけることができる。これを、平面上の点の最次座標と呼ぶ。これはつまり、 三次元空間における直線を別の平面の点と見ていると考えることもできる。と書いて実写へ平面と呼ぶ。すると、上で述べたことは実平面 R2 は実写へ平面 P2 に埋め込めるということに他ならない。この時 P2 における R2 の補空間の点のことを無限遠点と呼ぶ。特にと書けるから無限遠点の全体は直線になる。 この L を無限円直線と呼ぶ。互いに平行な2つの平面直線アックスバイ、C イコール0と、アックスバイ、D イコール0は、C イコール D で完全に一致しなければ、実平面上で交点を持たない。ところが実射 A 平面において交わることが、以下のように示される。自平面 R2 における直線アッイ C イコール0は、平面上の点に対し、その正座標。 x0、y0、z0 を考えることによりと、一質疑化される。すると、先の平行な二つの直線を、一質疑化して、x by c's イコール0、x by dz イコール0と表すと、連立させて解いて、b,a,0 イコール、b,a,1、0という交程を見つけることができる。リーマン球面は、複素平面で包んだ球面として四角化できる。 一般に N 次元のユークリッド空間に対し、政治座標の方法により、空間外の点を加えて N 次元実射影空間 PN を構成することができる。N 次元実射影空間は N 次元球面とは同意相ではないが、N 次元球面は N 次元実射影空間の二重被覆である。したがって球面と同様、射影空間も リーマン幾何学の一つのモデルを与える。遮影空間の直線とは、RN 上の直線の両端を無限円点で結んで得られるが、これは球面における大円に相当し、球面上の大円が2点で交わるように、遮影空間上の任意の2つの直線は1点で交わる。特にユークリッド空間上での平行線は無限円、空間上で交わる。さらに、 低空間を実数直線 R から複素数平面 C に取り替えた N 次元複素遮影空間 PN あるいはもっと一般に体形状の遮影空間 PN などがある。例えば複素直線 C に1点を加えた空間は球面と同章でありリーマン球面と呼ばれ P と書かれる。リーマン球面は複素遮影直線であり実遮影平面 P2 とは 位想が異なる。ありがとうございます。